じゃあ、ビューグルブレイブの、さっきまでね、ちょっと固まっちゃったんで、私のパソコンさんが固まってしまったので、続きやっていきたいと思います。インターネットエクスプローラーさんのね、調子が悪いので、クロームに変えてやってみまーす。よろしくお願いしまーす。よいしょ。行き先。あ、空いてる酒場をクリック。これさ、18人とか満員とか、これもしかしてさ、あれじゃないの？みんなで協力ができるってこと？これもしかしてさ、こう、酒場に入って、酒場の人と一緒にチャットしたり、協力してプレイしたりできるってこと？ニコさんいらっしゃい。あ、そういうこと？これ。おい、やばい！じゃあこれみんなと遊べんだよね。同じとこに入ればできる。あ、そうなんや。ソロプレイと共同プレイがある。え、じゃあさ、あれだよね。みんなでこれ、もう私、みんなと戦えるんや。なんかな？そうなんかな？みんなと戦えるんかな？わからへんけど。え、じゃあこれみんな、あれか、始めたら一緒に遊べるいうことやな。できる。ちょっと空いてるとこ、まずちょっと、この、少ない。ちょっと、最初はぼっちプレイしよう、ぼっちプレイ。よいしょ。よし。よし、ぼっちプレイのとこ行った。これで？王様から連絡、あ、待って、もしかして、職業変えれるんやない？これ。こことか。装備変更。称号もある。うんうん。名前とか装備とかどうやって変更すんのやろ、これ。よいしょ。あ、名前も変えれる。名前変えれる。やった！名前変えれる。フレンド申請は受け入れない感じ？ふん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 。公開しない。ふんふん。ふんふん。こんばんは、時々さんいらっしゃい。右上の設定から。あれ？あ。まだ帰れないのね、職業は。わかった。よいしょ。背後に立ってます。あ、なんかいっぱいいる！あ、なんかいっぱいいる！これさ、リスナーさん？もしかして。あ、リスナーさんいっぱい入ってきた！え、すごいすごい！今気づいた！みんなおるな！お、すごいすごい！あ、これ、もしかして私がチャット打ったらみんなも返してくれるってこと？え、かわいい！こんにちはって打ってみよう。こんにちは。こんにちはって、こーんって返ってきた！すげえすげえ！見てほら。見てほら。こんにちはーつって。こんにちはー。じゃ、どうしよう。何しよう。じゃあ、初恋はいつですかつって。よいしょ。初めて、好きになった女の子の名前を教えてください。ほら、答えて早く早く答えて早くえとかじゃなくて初めて好きなどんなの子の名前、女性なのでちょっとミサト !779 個目サイレンス。ミサト。よいしょ。なるほどね。これ124かな。あ、めっちゃ来た名前なんだっけな、ちゃちゃちゃ嘘やろ、お前。よいしょ。すごい。あ、レベル30やって、すごい、めっちゃ強いんちゃん。レベル30だって、うわ、めっちゃ来てる知らない方がいいこともある。ゆみちゃん。ゆみちゃんリアルだな。ゆみちゃんリアルやな、これ。めっちゃ来たー、ななみちゃんいらっしゃい。酒場で124人います。うわ、これやばいね。え、これ私どれかわかんなくなったんやけど。ここってどうしてんの？パーティー。あ、これ装備しか変更できないよね。いや、これで、じゃあ、
これで部屋パンパンになってるわね。これ何人まで入れるんやろ。よいしょ。124番の部屋なんてこんなに埋まることはない。ニコ玉から。あ、装備変更で常備が選べる。冒険。あ、違うな。パーティー。装備変更で。あ、ほんとだ。常備変更できる。しゃ、じゃ、クレリックになろう。あ、めっちゃかわいい。めっちゃかわいい。よし。見た目は？見た目はどうやって変えるが？もう満室なんやん。すごいな。見た目はどうやって変えるが？あ、でもこのままでも可愛いな。20人が限界。あ、そうなんだ。見た目はどうやって変えるが？城下町に行くのね。城下町、どうやって行くんだこれ。城下町。じゃあな、お前ら、さよならだ。じゃあな、お前ら、さよならだ。私は城下町の17番に行くぜ。さよならだ。882個目さん、いらっしゃい。おし、さよならだ。ついてきた。やばい。やばい。早い。逃げれると思いましたか？ストーカー怖いです。ついてくる。もう満杯になったじゃん。これね。これで、転生所で顔が変えれます。転生所どこや？転生所で顔が変えれますやって。転生所。俺たちがこう、かっこいいや。転生所どこや？転生所どこやねん。ガチャ。大工屋、転生所。よろず屋の上のキャラ、よろず屋、まずよろず屋を探さないと、の上。よろず屋の、これか！ここら辺か！おし、じゃあ行こう！転生するで！わしな、こういうな、名前とか、買うと、ああ！え、すごいすごい！え、待って、種族とかあるよ！ピグル！エルフかわいい！ドワーフ！ニャンクス！エルフめっちゃ可愛い！エルフいけてる！これ種族でなんか変わったりするのかな？あ、待って、種族転生はさ、あれだって。種族転生はあれやって、ジュエルがいるんやって。じゃあ、フィグルでいいや。あ、ドワーフなってる。よし、ちょっと待って。はい。はい。これでいいか。よし。種族転生はなんかジュエルがいるらしいから、ちょっとまた今度にしよう。あ、目ちっちゃい。目ちっちゃい。あ、めっちゃ可愛いやん、これ。あ、かわいい、かわいい。目はね、私、でも、茶色派なんよな。おー、でかい目、目でかいね。お団子かわいいね。あ、ジュベルはすぐ溜まるんや。目見えてへん、これ。お、なんかかわいい。うわ、怖い、怖い。私、自分っぽいのがいいな。これ、私っぽくない？そんなことない？これわしっぽくない？これで髪の毛は、あとポニーテール。これわしっぽくない？これ。ぽい。ぽくない？口元生意気そうなのあるかな？口元生意気そうな感じの。これどう？このちょっと生意気そうな感じぽくない？はぁーみたいな。これめっちゃわしっぽいな。ピンク。あ、かわいい。あ、めっちゃかわいいじゃん、これ。
どう？これ、これでもなんで裸なん？生意気そうな感じ。なんで裸なんこれ。よし、じゃあこれで、これで転生しようかな。チップで転生しよう。割と帰れるんや。口は？てか口とかも多いね、これね。すごいいっぱいある。あ、こっちの方が可愛いかな。おばあちゃんできるんや。やばい。お、結構セクシーな感じもできるんやね。あ、いっぱいあるね。あ、これかわいい。また裸縛りか。よいしょ。自分そっくりのアバターで遊ぼうがキャッチフレーズ。あ、そうなんだ。そうだよね。あ、待って、前髪も変えれるが。前髪も変えれるがいね。あ、めっちゃ可愛い。あ、なんでもあるね。めっちゃ細かいね、これね。細かく選べるんや。あ、これかな？あ、前髪なしも可愛いね。へぇー。凝ってるね。すごくいい。待って待って、ケツアゴ。待って待って、これケツアゴ誰が選ぶんこれ。ケツアゴ誰が選ぶんこれ。なあ、誰が選ぶん。あ、めっちゃ可愛いやん。よし、カントリーマームさん連載マツコ、よし転生するよ。やった、おっしゃー、かわいい、いけた。よし、じゃあなんかこうさっきからさ、初心者限定無料ガチャを回そうって言われまくってるから、ちょっとガチャろうか。11連 SR 以上確定、11連。あ、無料なんや。へー、人多すぎ。これやっていい？通常、あ、今なら、ルーキー応援キャンペーンで、新規で始めた人は、11連ガチャが無料になるんや。しかも SR キャラが仲間になるんやって。へぇー、すごい。ジョガマチこんなに笑う？ほんまに。名前の視力、じゃあ。え、待って、何をさ、何が出たらいい感じ？回そう。これ何が出たらいいかとか、字わからへんねんけど。教えて。これ何が出たらええ感じなん？クエスト受けてからの方がいいよ。僕、それ逃した。え？リセマラ配信、クエスト受けるってどういうこと？ SSR。なんでクエスト受けてたからハロの方がいいの？よいしょ。あ、11連ガチャ！それってさ、先？結構先？それ。ミキ君、11連ガチャ回そうっていうのは。よいしょ。怪しいない。すぐ出る？じゃあ、それまでちょっとガチャ待とう。待とう。で、どうしたらいいんや、これ。どうしよう。冒険に出ればいいんかな。よし、じゃあ、お前らさよならだ。お前らさよなら。ちょっと待って。よし、これでわからんやろ。お前らさよならだ。よし。これでゆっくりできるぜ。でやん。もしまた？右上に出る？どこだろうな。もう来とる！もう来とる！ガチャまだ回してへんよ。で、これ、どこ行けんや？イベントでいいんかな？あ、違う、顔のお姉ちゃんに聞けばいいんか。セルバラの森。クエストでどこで見るんや？クエスト。クエスト。あかんな、めっちゃ普通に楽しんでしまってるな、私。クエスト、これか！クエストってもしかしてこれか。
生したモンスターを退治せよ。目指すは5匹。これかな？右上に教授あるんだね。これでいいの？クエストって。違うのかな？左！これじゃないの？あ、ストーリーか。よし、ストーリーな。オッケー。理由は何か、別についてくれてもいいんやけどな。全然いいんやけど、これかん。このストーリーをやつ、行くんだね。クエストにチャレンジ。まことさんいらっしゃい。おし、じゃあ行ってくるね。行ってくるね。これで、ね、こっちか。出発。よし、よし。ぼっち用クエスト頑張る、じゃん。一行がセルバラの森に向かったことは、エルバーンのアームズユニオン、酒場で噂になっていた。マサさん、本当ですか？おや、これは、チャッピーさん。どうしました？そんなに慌てて。何が本当なのですか？やばい。好み。やばい。好み、これ。だいぶ好き。フィニア様のことです。ルーレリア様のご縁に僕を差し置いて新人のアームズを連れて行ったなんて。めっちゃかっこよくない？酒場のマスター。どうやらそのようですね。なかなか期待のルーキーだそうですよ。筋肉質っぽいとこがいい。絶対胸毛生えてるでしょ。いや、セクシーだなぁ。そんな僕を置いてくなんて。そんなに嘆くことはないと思いますが、ねえ先生。やっぱクロームに変えたら超軽いね。ふむ、我が輩もそう思うがの、これはフィニアスさんの信頼の証ではないかな。あ、1349コメさんいらっしゃい。男性ホルモンが服着てるだけ？つるつるやだ。信頼ですって、オビオス先生、その辺はもっと詳しく。ファーファーファー、もはや、チャッピー殿に付き添いは不要。一人前の立派なアームズであるとお認めになったということでしょう。なるほど。そっか、そうだったのか。嬉しいな。しかし、ウルグの末裔と新人アームズが騎士団を結成するとはの、何をするのやら。ま、この老人には関係ないがの、フォッフォッフォ。その頃、チャチャチャ一行はセルバラの森、入口まで来ていた。ここがセルバラの森。とても不思議ですね。まるで森に意志があるみたい。虹のかけら取りに来たんだよね。虹のかけら。さすが先生。太古からこの森は気まぐれだと言われております。人を迷わせる一方、人を助けることもある。最近では森の生態系も変わり、魔物がたくさん目撃されているようです。闇の力が魔物を呼び起こしているのかもしれませんね。チュチュちゃん、お前まだ新米だ。くれぐれも気をつけるんだぞ。あ、魔物出てきた。出たな、魔物ね。姫、下がってください。チャチャチャ行くぞ。わかりました、行きます。じゃあ、クレリック、チャチャチャ、デビュー戦でござる。ステージ、スタート。これで攻撃。おー、怖い怖い。こうか。ほい。はい。おいしょ。おいしょ。こい。これ、わし、全然、役立てへんねんけど。めっちゃ、役立てへんねんけど、これ。フィニアスが強すぎる。おいしょ。ボスバトル。おいしょ。オッケー。スライムを倒そう、私は。あ、これ、危ない。避けないと。オッケー、避けた。これ、これさ、見て、ヒールできる、私。お、癒した。どう？すごい？すごい？癒せるんや。すごいすごい。あ、ちょっと待って。おいしょ、ヒール。すごいすごいすごい。よいしょ。あ、ソロ進めないと共闘できないんや。共闘はね、23日にしようと思ってんの。最近始めた人と一緒にやりたいな、できれば。だから今、始めてくれて、同じぐらいのレベルの人と一緒に共闘したんやな。よいしょ。ほい。みんなで、チャットしながら、戦いたいよ。
よいしょ。左下のチャットのところの バトルログ。あ、消した方がいいの？わかった。消した。よいしょ。始めて2週間ぐらいなの？よいしょ。ほう。パンパン。チップと旅人の上着。新しいステージに行けるようになった。次のクエストへ。うわぁ、なにこれ！あ、すごい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 ！あ、なんかもらってるって感じやね。実はお城を抜け出したのこれが初めてなんです。じゃあ次のクエスト。どんどんあるね、クエストが。よし！行こう！達也さん、いらっしゃい。師匠じゃないよ。話に聞いてましたが、セルバラの森はとても広いのですね。よし、これちゃんと、こうして、みんなに見えるようにして、で、これで手前で消したらいいや。これで見えるやろ、みんなに。ほっ。よし、いい。姫、お気をつけください。セルバラの森は危険です。ビャー、重い。23日休み、じゃあ23日よろしく、みんな。23日21時からだよ。よいしょ。どんな凶悪なモンスターが生息してるかわかりません。あのね、ガチャ回してパーティー増やしたいんやけど、クエストの先に11連ガチャ回すみたいなのがあるらしいから、それ来たらガチャ回そうかなと思うの。よいしょ。何これはこの俺が。そう、23日、共闘したいけん、みんなスタートしといて。みんなスタートしといて。ほっ。はい、いちごちゃんいらっしゃい。あ、ちゅうさん、フィン。リスがいますよ。リス。姫、行ってるそばから。近づくとリスが木の根元で倒れていた。ワンちゃん一緒にできる？この子怪我をしてるみたい。何があったのかしら。この怪我は木の枝にやられたものではない。魔物の仕業か。強くなりすぎた？お、装備作り頑張ってくれるのか。早く手当てをしないと。待ちなさーい！あ、めっちゃ可愛いやん。え？やっと見つけたわよ！あんたたちだったのね！この森を荒らす、すっとこどっこいどもは！すっとこど？姫様になんという口の聞き方を！貴様は何者だ？これやめる。1578個目さえにしたい。マックでもできるんだ。マックでもできるって。私はこの森を守る大大大魔法使いのシャルルよ。大魔法使いシャルル。この森にそれほどの魔法使いがいるとは初耳だが。うるさいわね。とにかく、この森を荒らす奴らには私がお灸を据えてあげるわ。覚悟してよね。シャルルさん、私たちは今この森を通りかかったばかりで、そうしていたらこの子を見つけたのです。その少女ください。1600個目さんいらっしゃい。そっか、ブラウザゲームだったら Mac でも OK なんや。今度はなんだ？アーノルド、怪我をしているのね。アーノルドとはこのリスのことか。許さない、私の友達に怪我を負わせるなんて。この子さ、話聞かないよね。話聞かないだよね、この子。ね。話聞かないね、マジ。絶対許さないんだから。絶対聞かないよね、こういう件を、女の子。ね。待て、何か勘違いをしてるぞ。で、これで戦って、勝ったら話を聞くようになるんでしょ。だから話を聞け！うん、この魔法の杖で語ろうじゃないの。手が震えているぞ。うるさーい。憎みらないでよね。私だってやるときはやるんだから。じゃあ普段やらないってこと？覚悟。あ、なんか来た！魔物。1647個目さえ連載。今の声は何？どうやらこの森を荒らす真犯人のお出ましのようだな。だってここに。フィン、チャチャチャさん、気をつけてください。行くぞ、チャチャチャ。お、戦闘だ。よーし、じゃあ頑張れよ。よし。はっ。
らせる。このリバイブってなんだろう。あ、生き返らせるんだ、リバイブって。へぇ、生き返らせる魔法がもう使えるんだ。すごいね。あ、やばい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 。ほい。すごいね。生き返らせる魔法もう使えるんや。おし、おし、じゃあ私がフィニッシュ。勝った。見た目が幼女、実はばあさんで仲間がいいからキャラかぶってる？あ、なんか強そうなのいる。ボスバトル、拍手ありがとうございます。よし、じゃあ、このゴブリンから倒していこう。よっしゃ、ほい。あ、やばい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 。よし、あ、ちょっと待って。おお。よいしょ、切る。よいしょ。おいしょ。あ、ちょっと待って。あー、間に合わなかったか、今のは。おいしょ。ちょっと待って、自分でヒールだな、これ。自分でヒール。あ、ほんとだ、フィンの奥義いける。今や。つー、危ない。危ない、危ない。おいし、もうちょっと。最後。蘇生使えるんや。やったー、いけたいけた。レベル4。あ、フィンがレベル4になった。フィン強いねー。あ、ヒットポイント、え、こんなに上がるの、すごっ。あ、力はあんまり上がらへんねんな。ギルタランさんいらっしゃい。ドンキンアタローさん拍手ありがとうございます。ありがとうございます。あい、あいって何あいって何、食べれるの、何これ。頑張って、みんな見てこれ。ここまではわかるんやけどさ、愛って何これ美味しいの、愛って何、美味しいのこれ、何なのこれ、切れそう愛かな、愛か、愛、よいしょ。旅人の、旅人のバンドチップ、シルバラの森の新しいステージに行けるようになった。はい、知らない子ですね。1802個目さんいらっしゃい。森を荒らした犯人はあんたたちじゃなかったのね。ごめんなさい。いいえ、誤解が解けてよかったです。それよりもこの子だ。アーノルド大丈夫？今直してあげるからね。1819個目さんいらっしゃい。あ、回復量が上がるんだ。よいしょ。それはいいことだ。おう、小さいながらも見事な回復魔法だ。小さいは余計よ。これくらいの魔法なら私だって使えるんだから。大魔法使いというのは嘘か。あんたいちいちうるさいわね。そうやってレディーの言葉にいちいち引っかかってたら、モテないわよ。レディーの言葉にいちいち引っかかってたら、モテないわよ。モテないわよ。はい。なに？ふふ、フィン、言われてしまいましたね。それにしても、あんたたちって、すっごく強いよね。ザクー！モテないわよ！よいしょ。一体、何者？よし。ハイパー！ハイパー！モテないわよ！タイム。ハイパー！モテないわよ！タイムです。180のダメージ。ふふ。ハイパー、モテないわよ、タイムでーす。はい、モテないわよ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、モテないわよ、ありがとうございます。モテないわよ、ありがとうございます。大事なことなんで3回言いました。1904個目さんいらっしゃい。はい、モテないわよ、ありがとうございます。光の騎士団だ。闇から世界を救うために旅している俺が団長のフィニアスだ。モテないわよ。はい、腹減りさん、アゲさんいらっしゃい。こっちがアームズのチャチャチャ。そしてこのお方がエルバンのルーレリア姫だ。姫？ルーレリアってお姫様なの？こら、呼び捨てにするな。ルーレリア様だ。いいのですよ、フィン。シャルル、改めてこれからよろしくお願いしますわ。こちらこそ、ルーレリアとは話が合いそう。いいお友達になれそうね。友達？ですか？嬉しいです。
全く姫はどうしてこんな警戒心がないのか。シャルルはこの森に一人で住んでいるのですか？うん。シャルル？もともとはここから離れたところで、お姉ちゃんと二人で暮らしていたの。お姉ちゃん。けれどあの時お姉ちゃんと魔法の練習をしていたら私、一生失敗しちゃって。ユータ ?1954 個目さんいらっしゃい。気づいたら私だけこの森に飛ばされてたってわけ。戻りたくてもここからどこへ行ったらいいかわかんないし。それは大変でしたね。最初はびっくりしたけど全然大変じゃなかったわ。だってここには友達の動物がたくさんいるから。私友達がたくさんできてすっごく楽しいの。私は一人もいないけどね。シャルルはたくさん友達はいるけど、チャチャチャは友達いないけどね。よし、そうでしたか。でもいつかまたお姉ちゃんに会えたらいいな。いやー、このゲーム面白いな。シャルル、でしたら私たちと共に行きませんか？それ以上はいけない。2012個目さんいらっしゃい。だってでもみんな共闘してくれるんやろ？私と。このゲーム初めてみんな私と共闘してくれるんやんな。な。え？姫、一体何を？もちろんでしたもん。私たちも旅の途中なのです。もちろん。一人でお姉さんも探すよりも一緒に探す方を早く会えるかもしれませんよな。なぁ、いやつ。私も京都に行けやけん。えの、一緒に行っても。もちろん仲間が多い方が心強いですし、友達が多い方が旅路が楽しいですわ。姫がそうおっしゃるのであれば。ルーレリア、じゃあ一緒に行ってあげようかな。だって私ルーレリアの友達なんだし。大魔法使い、シャルルの回復魔法があれば、あんたたちの旅も心強いでしょ？ええ、素晴らしいです。チュチュチャもよろしくね。もちのろん。そうと決まれば、早速行くわよ。フィニアス、ついてきなさい。おい、勝手に行くな。こうして、光の騎士団は一人の少女と出会い、少女との旅が始まった。離れ離れになった姉と再び再会することを夢見て。あ、こっちじゃない。これは、どれだ？これか。えい！あ、パーティーにシャルルが加入したって。おー！回復タイプ。レベル25になったらオートスキル炎攻撃が上がるんだ。なるほどね。あ、こうやってキャラ、仲間が増えていくんだ。え、ガチャの声出てる？嘘、どこ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 ？ガチャの声どこ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 ？これ？スタートダッシュガチャを回そう。これか。これ？オッケー。じゃあ、酒場に行きゃいいよね。よし、71番。SSR 引けばいいんだよね。SSR だったら何でも強いの？これか。よし、SSR を出せばいいんだね。簡単じゃん。よし。行くぞー。あ、いっぱい来た。いっぱい来た。ルピーさん、ユーリさん。こんにちは。いっぱい来た。ルーキー。ケンニャさん。よいしょ、刀古いってくる。よし。ガチャの時間だ。イベント進めても増えるの？よし、じゃあ、このガチャを、これね、これをやればいいんだね。よし。あ、めっちゃ緊張してきた。行くぞ！いい？やっていい？ほんとにやるよ。行くよ。ああ、なんか回ってる！こっちが回ってる！あ、2個出た！なんかいっぱい出た！なんか出た！あ、なんか出た！何これ？どれがどういいの？メルガードルーン。これはどう？
メルガ、これは何？メルガ、これはどうなの？虹が美味しいんだ。あ、これ進化素材なんや。ほんほんほん。虹三つも出るとか普通ない。え、そうなの？え、やばない。なんでやろう。なんでやろう。やっぱり名前の視力かな。よし。デゼムーンタクト。これはレアか。戦士だから。進化素材。だいたい一個しか出ない。やばいね。これは何？普通。これは、普通。これ装備？オライエン兵の刃。これは何や？光攻撃プラス10やって。虹は SR 以上1個出るのが普通。そうなんや。あ、ユーリさん、ここかありがとうございます。虹3個出たよ。見に来てね。ここかありがとうございます。R は普通。うわ、HR！ 解放武器。スタブ名称を手に入れた。解放武器って何ぞや？虹のかけらの一部を封じ込めて無限の活力を得る神秘の戦闘。戦闘土地。奇跡はかすかに虹色になる。ここ、ここかありがとうございます。へぇ、1個しか出なくて、あと 3% なんや。これも普通なん？解放武器って何やろね。解放武器。これ何？これ何？仲間。わし、これ何かわからん。あ、これってさ、なんか今ストーリーで仲間になったみたいな感じで、一緒に戦ってくれるんかな？あ、仲間が増えるんや。解放武器。パーティーが仲間付き。え、もしかしてこの武器を手に入れたら、こういう仲間が仲間にできますよ、みたいな、そういうこと？そういうこと？この、例えば、なんやろ。あの、関鳥羽が出たら、呂布が仲間になるみたいな。そういうこと？そういう感じ？あ、なるほどね。すげえわかりやすいな。なるほど。あ、じゃあ、解放武器やったんやな。さっきのが。これも R だから普通やね。逆にわかりづらい、ほんまに。すまん。R! キャスター、これも普通なんやね。お金登録ありがとうございます。これも解放、SSR! 解放武器。これどうなん？敵単体に残属性ダメージ、威力95。最北の氷河に眠る。なんかわからん、なんちゃら。これを装備したまま、軍神ごとくだとか。これすごいの？これすごいの？どうすごいの？めちゃ強いみたいなやつ？シン、どうすごいの？どうすごいの？教えて教えて、どうすごいの？格闘やから、これ欲しい。あ、格闘のやつなんや、これ。同じのネタ？ SSR は最初から手に入るんじゃない。文句よ？え、じゃあ文句になろうかな。文句になろうかな、じゃあ。いや、持ってる？よし、じゃあ次。あ、イケメン！こいつ強い？よいしょ。MK さんいらっしゃい。これ強い？リンゴブレイクやってないよ。これ強い？シン。癒し系？私だって全然癒し系じゃないじゃん。何言ってんの？拳で殴る系生主でしょ。文句になるわ。私、でも癒し系、どう考えても癒し系じゃないでしょ。文句になるわ。2142コメントされました。これ擬態。ピックアップキャラって何？あ、おすすめのキャラってこと？すごいんだ、これ。次は？レア！西の丸々船大工の帽子。あしょ、そんなの子出なかった。マジか。いいのか。強い分強化するのも大変。あ、強化も大変なんだ。SR！解放武器。オライエンに伝わる精霊の剣、水の精霊の過去で闇を切り裂く。闇の炎に抱かれて消えろってこと？拳で飾る毛玉虫。文句に癒せる僕はさては M。ほい。あ、おっぱい！
なんか。めっちゃ可愛いやん。おっぱいちゃん。いいね。年上の魅力って感じ。そっちもクレリックなんや。爆乳きたなー。テンション上がってきた。次は、えい !SR。ギガマジッククローン。あ、一個なんか SR 被ったっぽいな。SR 被ってる!こんなことあるの ?SR 同じやつあるで、これ、ほら。こんなことあるんか。被った。被ったね。あ、スキルがちゃうんやん。へぇー、あ、一緒っぽいよ。一緒っぽいよ。あ、違うわ。水攻撃プラス44とかいろいろあるの。仲間になったキャラ。じゃあ、パーティー編成しようか。じゃあ、外す。で、こうか。こういうこと?3人もすごい。これどう?タークいらっしゃい。あ、配信画面。ほんとだ。ごめんね。これどうや?オッケー?いけてる?めっちゃ強い確信かな?これ。もしかしてだけど。自分の装備変えよっか。よし、変えてみよう。武器は、これね。おう。今よりは強いんかな?おー!かわいい!と思う。どう?なかなかいけてる?文句転職?文句転職?一回、じゃ一回文句転職する。一回ね。一回転職して。でも文句転職してさ。文句転職してもこんな感じになるだけやで。武器しか変わらへんで、これ。伸びしろないや。じゃあなんか、今から、伸びるみたいな感じにしよう。やっぱり私、癒し系やん。で、なんだっけ?ここでスキルつけるんか。ウィンドカッター。あ、レベルこれ5にならないとジャスティスアローできひんのか。はんはん。サポート。あ、これもレベル上がんないと解放されないやな。なるほどね。よし、オッケー。オッケーか。これさ、よくあるさ、なんか一日一回無料みたいなないのかな?あった!これ違うな。一日一回限定で無料みたいなないのかな?レベルを上げよう。オッケー!文句ならそのメンバーで最後までいける?よいしょ。一日一回ガチャみたいなないの?よいしょ。ないか、そうか。あ、でもこれ良くない?育成強化キャンペーン。4連ガチャ。150ジュエル食べればガチャ回せる。今何ジュエルだろう。今26ジュエル。じゃあストーリー進めて頑張ってやろう。よし。じゃあちょっとしばらくは、これ、あれだよね。別にさ、クレリックのレベルを上げてもええし、クレリックのレベルを上げてってもええし、文句のレベルも上げてもええやんな、これ。な、別にコロコロ変えてもええやんな、これな。ね、じゃあ全部上げてこう。よし。うわ、いっぱい来た!文句っていう職業があるの。2700個目最初。めっちゃ来た。私、ここに座ればええんかな。あ!キャンプしてる感じ。キャンプしてる感じ。2722個目最初。頭でけ。ほんまや、レコドラ頭でかい。
よし行こう。おーし、じゃあ頑張ろう。おいしょ、おいしょ、ほい。ちょっと待って、何にもやることない。アシュラ、アシュパラシャン、いらっしゃい。仲間が強すぎる、仲間が強すぎる、やばい。パンねえ、これパンチ強すぎ。ほい、おいしょ、おほ、終わった。よし、うわー、すごい。あ、レベルも上がるやん。しかもこれね、レベルも上がってまた強くなるんやな。おーおーおお、素晴らしい。よし、どんどん行こう。ほい、嬉しい悲鳴やね。あら、そういえばフィンの姿が見えませんね。はぐれたのでしょうか。右メニューをマニュアルからオートにすると自分も簡単に動く。あ、そうなんだ、それ楽だね。ガンガン行くぜ。これは、そうだ、よいしょ、聞こえる、聞こえます。近くに虹のかけらが。え、虹のかけらがって聞こえるの。ユウさん、いらっしゃい。あそこ、あの光を見てください。光を発する石のようなものが樹木の樹木の根から現れた。石はゆっくり浮きながらチャチャチャのところに近づいてくるようだ。あ、キッドさん、KIDMK2 さん、広告ありがとうございます。広告2。虹の、緑の虹のかけら。え、緑ってことは、いろんな色あるのかな？すごい、これが伝説の虹のかけら。あ、7つあるんだ。虹だから。せやんねん。チャチャチャの前に止まると虹のかけらが音を発し始めた。共鳴している。やはり虹のかけらはあなたを、役者様を待っていたのですね。姫フィン、シャインクロー強いのかな？どうだろう。姫、あ、ようやく追いつきました。驚きましたよ。急にいなくなるなんて。申し訳ありません。背後で魔物の気配がしたため、様子を見に行った際に道に迷いまして。そうなったのですね。でもフィンがいなかったおかげで、役者だってことがバレなかったね。7つで願いが叶う。チェズちゃん、お前が持っている、それはもしや虹のかけら。そんなバカな、おとぎ話だと思っていた虹のかけらが実在するなんて。わあ、まだ出た、まだ出た。その時森の奥から大地を揺るがすようなおたけびが聞こえてきた。その声は徐々に大きくなる。いけない、フィン、奥からとても巨大な闇の気配を感じます。この森にそんな魔物がいるはずは、もう私たちの常識は通用しないようですね。もしかしてフィンが黒幕。2889個目さん、いらっしゃい。くっ、戦闘準備だ。おし、わ、なんかすごい強そうなん出てきた。めっちゃ偉そうなやつ出てきた。おいしょ、めっちゃ強い、芯がめっちゃ強い、めっちゃ強い。あ、やばい、逃げろ。めっちゃ強い。あーっと、危ない。よいしょ、よいしょ。あー、倒した。ドスワンゴ乗ってたね。ドーン、レベルアップ、レベルが上がった。愛がプラス3。カンカン、新しいステージに行けるようになった。あ、今の森以外のとこも行けるようになったってこと？チャチャチャさん、フィン、大丈夫ですか？くっ、危なかった。セルバラの魔物がここまで強いとは。姫、セルバラの森も深部まで来ました。もうすぐ森を抜けられるはずです。セルバラの森に眠る虹のかけらも手に入れたことですし。ナイス！次に、どちらに向かいましょう？次はデゼルタオルです。デゼルタオル。
ドワーフの国がデゼルタールって言うんやね。よし。はい、砂で覆われた国、デゼルタール。ドワーフ族が統治してる地域です。うわお？そして第二の虹のかけらもそこに。わかりました。先を急ぎましょう。こうして一行は、シルバラの森を後にし、砂の国、デゼルタールに向かうこととなった。虹のかけらを求めて、強い仲間を求めて。本当ならあんないい仲間も普通持ってないから、もうちょっと手こずるのか。マジか。サクッと来ちゃったね。サクッと来ちゃった。先に急ぎましょう。おーやこれ。ちょっとお前邪魔やで。ねえ。よいしょ。今さ、これさ、取れなかったじゃん。取れなかったのってダメなの？同じとこまで行った？よいしょ。これ今ここに出てきたの取れなかったやん。ねえ、フィニアスのせいで取れへんかったんやけど。入らんかったんかな？うわーん。うわーん。ちょわーん。あ、加算されてんの？なんだ？あ、取れてんだ。なんやん。ならいいや。許そう。よし、次のクエスト行こう。よし、行くぞ。ボックスに入ってるのか。ほい。2998個目再来戦。自動回収なんや。チュートリアルやってる？ディゼルタールに着いた一個はドワーフ町の元に訪れていた。これはこれはルーレリア様、ご無沙汰しておりますだ。よいしょ。デンデさん、お久しぶりです。何やら街が妙に静かですね。デゼルタールは、砂金と金属の商人に溢れ、賑わっていたはずですが、アリューさんいらっしゃい。実は。なんでさ、この人さ、お髭さ、三つ編みにしてるの？これなんで、何アピール？なんかさ、あれだよね、動物から身を守るときは自分を大きく見せないといけないって言うけど、そんな感じなのかな、これ。時間を持て合わしてる。そっか、暇だったから、私もよく暇だった三つ編み自分の髪しちゃうけど、そういう感じ？ほどくと性格が変わる。ドワーフのおしゃれ。3051個目さんいらっしゃい。おしゃれ番長。先日から、原工場ジンが暴走していました。町の商人たちを怯え、みんな逃げてしまっただ。とてつもない力を持つと言われている幻の獣。はい、デゼルタオルには太古よりジンという原工場がおりました。ジンってさ、風の精霊のこと？よいしょ。中にいっぱい脳みそが詰まってる。外すと壊れる。そりゃ困るな。3065個目さんいらっしゃい。それゆえドワーフは思うようにこの地に町を作れなかっただ。ロモン氏がジンを手名付けるまでは。ロモン、どっかで聞いたことあるぞ。千年神話のシグルス様と共にニドヘグを討伐したロモンソロンの様のことですか？もしゃもしゃのままだと食べ殺し吹くの大変。そういうこと？さすがですだ、ルーレリア様。ロモン様はドワーフ族の長でしただ。それはかっこよく優しい方でジンを手なずけこの地の町を作っただ。なるほどね。独身か。それはかっこよく優しい方ってこと。これ独身かな？どうだろう。なるほどね。その後、町を訪れたシグルス様とニドヘグ討伐へ行かれた。ドワーフではそう語り継がれていますだ。ニドヘグ討伐後、ロモンソロン様は虹のかけらをデゼルタオルの町に持ち帰ったと千年神話では記されています。ハードワークスで固めてんのかな？ドワーフのかっこいい。あ、どんなんやろね。千年前の話。でもさ、なんかさ、こういうのって大体生きてるんじゃないの？違うの？千年の眠りを超えて蘇るとか感じじゃないのかな？そうですだ。それ以来、ロモン様の子孫は大体、かけらの守り人として、虹のかけらを守ってきた！メタ読み。よいしょ。10回分貯めてきた方が得なのかな？ガゼンお得やって。かけらの守り人、そいつは今どこに？
ダリフ・フェンサという娘なんだが、ダリフ・フェンサ、ジンの暴走を止めるためにダリフ・フェンサは一人で砂漠を出ただ。一人で幻光獣と戦うだと、そんな無茶な。わしもそう言って止めただよ。でもロモン様の子孫としてこの町を守ると言って出て行っただ。デンテさん、私たちどうしてもダリフさんに会わなければいけないの。あ、森のボスなんや。どこに行けばダリフさんに会えるか教えてもらえませんか。ジンのところだと思うだが、まさかルーレリア様自ら行くつもりだか。危険ですさ。何かあったらレイモンドに顔向けできないだしさ。危険なのはわかります。でも一人で幻光獣を止めるなんて、ダリフさんきっと困ってると思うの。きっと助けを必要としているわ。さすが我が姫だ。ドワーフの王さよ、姫には光の騎士団がついている。心配するな。俺たちはそのダリフとやろう話がしたい。手がかりは何かないのか。そうじゃの。ダリフは最後の目撃されたのは町を出て北に行く姿だ。北には古い石碑があって、神にまつわることが書いてあるはずじゃ。何か関係があるのかもしれないだよ。北の古い石板だな。姫、ダリフの後を追いましょう。テンテさん、ありがとう。ルーレリア様、光の騎士団の職員よ。ダリフを頼んだだ。よーし、ちゃ、ここから先はセルバラの森よりもっと強い魔物が潜んでるかもしれん。用心していくぞ。はい。おー、砂漠だ。すごい、エリアが変わった。おいしょ。まあ、砂漠の石碑を やろうとしてるんだよね。えい。おいしょ。あ、燃えた。はい。勝った。次の戦闘かな。おし。ロックライン A、 ロックライン B。 おいしょ。うわー、来い来い来い。ほい。オッケー、倒した。ビーン。さ。これボスかな。ボスバトル。おいしょ。おいしょ。おー、怖い。よっ。なんで今攻撃できませんやったの。てかこれまた出したっぱなしにしちゃってた。デヘペロ。おいしょ。新しいステージに行けるようになりました。ほう。あ、そっか、奥義忘れてた。奥義使ってみよう。おー、またね。この子めっちゃ出たがりやな。私が間違えて押しちゃってるんやろうけど。はい、肉まんさんいらっしゃい。ね、見事なモネの瞬殺やね。奥義使うまでもないやん、こうやって。初回はこうやっていちいちジュエルもやるから美味しい。美味しいね。以降は、デゼルタールの砂漠を進んでいた。ずっと砂漠ですね。確かこの辺りに市場があったはずなんですが、あちこちに店が並んで賑やかで見たこともない食べ物や宝石が売っていて。どこですか？そこかしこにお店が並んでいるはずです。フィン、どうも様子がお変ですよ。こんな静かな場所ではないはずなのですが。あれは、人が。未強化でダメージ200ってどうなんだろうね。キャン！あ、かわいい。ドワーフの少女。あ、これ、ひったくりやん、絶対。絶対ひったくりやん、これ。ほら。やっぱりや、そうやんか。ひったくりやん。ひったくり追いかけよう。初回とか言われる者いらっしゃい。おいしょ。おいしょ。ほい。おいしょ。終わった。ウィーン。ドアホのんよいしょ。強すぎやね、ほんと味方が。やっぱ今始めるといいんやね、すごいね。今始めるとその11連の初心者キャンペーン中のガチャがあるけ。よいしょ。すごい楽に進められるんやね。オートでもええの？でもなんか操作したんやん。楽しない？
ほい。奥義オッケー。ドーン。おお、終わった。ステージクリアー。バーン。おしょう。バシバシ。ドワーフの少女を追いかけるとそこには小さな村があった。子供たちが元気に走り回っている。拍手ありがとう。ここはどうやら村のようなのですが、砂漠の真ん中にこのような村があったとは。よくここまで来れたわね。貴様、さっきのスリだな。ここまで追ってきたのはあなたたちが初めてだわ。強いのね。拍手ありがとうございます。褒めても無駄だ。許さんぞ。許してもらおうなんて思ってないわよ。仕方がないのよ。何か事情が終わりのようね。レベル上げ中だからジョブかぶりもありなんや。あなたたち何かできるっていうの？何？何ができるかはまだわかりません。でももし困ってるなら力になりたいんです。ドワーフの少女はしぶしぶ話し始めた。ちょっと延長するね。よいしょ。あとちょっとだけタイム、あとちょっとだけタイムです。キリのいいとこまでやります。この村は砂金も取れず作物も育たず、もともと眩しいところだったの。はい、あとちょっとだけありがとうございます。そこへ来て桃たちが水源を枯らし、深刻な水不足に悩ませるようになった。最初のうちはお金を出し合って水を買っていたのだけども、やがてお金が底をつき多くの人が出ていった。私のパパも。あとちょっとだけありがとうございます。ひどい。でもパパは他の人とは違うわ。どういうことだ。パパは信じていたの。この世界のどっかに湧水の壺と言われる秘宝があって、その壺は水が枯れることなく湧き出てくるって。その壺を探しに旅立ったというわけか。そう、本当にそんなものがあるかどうかわからないけれどね。私はパパが戻るまでこの村と子供たちを守ると決めたの。どんなことをしてもね。それで盗みをして水を買っているのですね。知事から連絡はないのか。カレラさんいらっしゃい。もう長い間手紙は来てないわ。きっともう。湧水の壺、確か古い文献で見たことがあります。え？本当にそんなものがこのように。争いを恐れた賢者が世界のどっかに隠したと書かれていました。そっか、世界のどっかにあるんだね。ポポもそこにいるのかな？ちゃちゃちゃ、フィン、提案があるのですが。3461個目さんいらっしゃい。この村の問題はお金がないから水を買えないということ。それならば、エルバーンから水を定期的に届けさせます。お金はいりません。その代わり、あなたは私たちと一緒に湧水の壺を探すのです。そんな、どうしてそこまでしてもらう理由がないわ。湧水の壺があれば村を救える。そして探す力を持っている私たちと出会った。それでは理由になりませんか？ルーレリアちゃん人良すぎやな、これな。いいのか。世界を救わんとしてんのに、こんな人が良かったら、寄り道ばっかりでなかなか救えんちゃうか。まあ、好感は持てるけどさ。大丈夫かこれ。確かにあなたたちは強い。あなたたちと行けたらもしかしたら見つかるかも。でも、まあ光の姫だからね。私がこの村を離れるなんてそんなこと。時々子供たちが現れ、その時子供たちが現れ、ドワーフの少女に向かって話し始めた。村は子供たちに任せ、湧水の壺を探しに行ってほしいと。あ、ここかありがとうございます。うっちさん、ここかありがとうございます。ここつー。幸せの壺だよ。この壺を買ったらみんな幸せになれるよ。買わんかね。このちゃちゃちゃのお手製の幸せの壺。買わんかね。バイスさんいらっしゃい。それが一番村のためになると少女に語りかけた。マジかよ、買います買います。みんな、わかった、私頑張るから。新しい仲間の誕生ですね。やれやれ、我が姫はお人よしのようだ。ドワーフの少女が戦えるかどうか怪しいものですが。でもお高いんでしょ。今なら、19,800 円。プリンターもついてくる。送料は、チャチャネットが負担します。安い。プリンターもついてくる。お。貴様、今度は俺から素材を盗んだな。
何よ、私の名前はアーシャ、アーシャミントよ、よろしくね。買えそうな値段。よいしょ。チャーン、チャネット、チャー、チャネ、ふぅ、ふぅ、夢のチャチャネット、チャチャチャ。危ない危ない。それはとっておきの素材なんだぞ。うふふ、売ったらいいお金になりそうね。待て。こうして故郷のため、そして父親の安否を知るため少女の冒険が始まった。一行はアーシャと共に果てしない砂漠を突き進んだ。チャランチャランチャーン、アーシャ出てきた。でもアーシャいいや。アーシャ入れんでいいや。よーし、クエストクリア。うー、また出てきた。また出てきた。よし。あ、ともりさん、ご報告ありがとうございます。そう、今日はね、じゃあ一旦この辺にしようかな。今日はもうそろそろ入れてあげて。今日は一旦生放送はここまでにしようかな。ちょっと私放送外でいろいろやってレベル上げてみようかな。ね。じゃあ、多分明日もやります。明日と月曜日、ちょっと私土日、まあ、まあ、感づいてる方もいらっしゃると思いますけど、感づいてる方もいらっしゃると思いますけど、土日遠征に、ちょっとね、今住んでるところは北の方に遠征に行ってまいりますので、多分土日放送できません。日曜日かな、できたとして。日曜日の夜は、できるとかもしんないんやけど。なので、金曜日、月曜日で、またこの、チュートリアルですか？ストーリーですか？をどんどん進めていこうと思いますので、皆さんよろしくお願いします。違います。デートする相手がおらん。うん。なので、まあ、下にも URL ありますけど、ありますけど、23日に、何回も言ってますけどね、23日に、今、一緒にスタートした新規プレイヤーさんたちで、共闘っていう、マルチプレイをしたいんです。これね、URL こちらになってます。共闘でマルチプレイをしたいので、ぜひぜひ、23日の21時から、お暇な方は、ぜひ登録して、今からでも全然間に合うので、手伝っていただければと思います。よろしくお願いします。よいしょ。よろしくお願いできる？はーい。よし。よろしくお願いできる？はい、ナーさんいらっしゃい。レベル上げと装備頑張る。頑張って。よろしくね。よいしょ、いいですとも。お願いしまーす。よいしょ。お願いします。はーい。はーい。でね、もうすでにいっぱいレベル上げてやってるって人は、私また操作方法とかね、結局どうしたらいいのとか結構あると思うから、教えてください。いろいろ。これどうしたらいいの？多分結構あります。ソーシャルゲームってやっぱり最初の取っかかりだよね。なんか、新しい要素とか、結局どれがいいのかとかわからないことが多いじゃない。こういったゲームって。だから、そういうのを教えに来ていただければ嬉しいなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ということで、今日も来ていただいた常連さん、初見さん。また、明日もお待ちしておりますね。おつぴぐ様でした。またね。バイバーイ。適当でもレベル上がるの早くて快適だった。あ、そうなの？なんかオートでもいいらしいからね。割と放置でもレベルブワーって上がるって聞きました。おつおつ、またねー。バイバーイ。明日もよろしく。はい、YouTube ご覧の皆さんどうもありがとうございます。高評価と、あと下の方にね、ピグブレイブ登録できる URL 貼っておりますので、ぜひぜひ、開始してください。放送くれないっていう人も、放送外とかで。一緒に共闘できればなと思いますので、ぜひぜひ始めてみてください。よろしくお願いします。お疲れ様です。